8月ガガガ文庫の新刊が発売になりました。毎月独特なラノベを提供し続けてくれているガガガ文庫ですが、今月も特殊なやつばっかりです。そんな新シリーズたちをすべて読みましたので、感想を話していきたいと思います。評価はいつもの5段階でやっていきます。お願いします。まずはこちら、獄門なでしこ、ここにありです。第17回小学館ライトノベル大賞大賞を受賞したこの作品の僕の評価は5でございます。化け物すら威夫する獄門家の末裔である主人公が、自らを恐れない チジクアマナという女と出会い始まる美しくも恐ろしい少女キタンということで面白かった マジででアニメワンクール見終わったたくらいの濃密度でしたね世界観は現代日本に化け物とそれを払う存在がいる世界って感じで、現実と異世界が混濁してる感じですね。とにかくこの世界観が出来すぎてて、すべてにおいて設定が細かく考えられてるんですよね。思わずうなる場面が何度もありました。そんなうろんなことばかりの世界の中でも、特に地獄みたいな血を引いてる主人公、獄門なでしこ。もう名字聞いただけで周りが引いちゃうくらいの一族の末裔なんですよ。 当然一人にはあまりにも重すぎる剛を背負ってると。そんな極門のものとして運命に振り回されてるようななでしこに対しても、ぐいぐいイケイケで来る一軸アマナ。語り口調だったり表情だったり、最初からフルスロットルでうさんくさいんすよね。なんか裏があるのをもはや隠す気もないような、ミステリアス飛び越えて不気味な大人の女性って感じでしたね。ただそんなアマナが獄門家として変な目でしか見られないなでしこにとっては逆に新鮮に映ったんですよね。と言っても信用して心を 開いいたわけででではなくて利害の一致で一致緒によようとすするんですよストーリー構成は化け物を払っていく感じなんですけど、バトルがメインではなくて物語の軸としてあるのは自分の生き方が勝手に定められているようなもの同士が出会うことで変化していく心境が描かれてますね。それはそれは濃密に。だからちょっと とややこしいストーリーだとは思うんですけど読語はすごい満足度でしたそして期待通りのゾクッとするようなところもあったりしてこれが対象だと思わせてくれる内容でした気になった方はぜひ読んでみてください続いてはこちらドスケベ催眠術師の子第17回小学館ライトノベル大賞優秀賞受賞作です僕の評価は5でございますいやちょっと面白すぎたなぁ初代ドスケベ催眠術師を父親に持つ主人公の学校に2代目ドスケベ催眠術師が 転校して出会うところから始まる催催眠眠女子子闇系男子のドスケベ催眠青春コメディです最初から最後まで飽きずにずっと面白かった。名前のインパクトがすごいんですけど、全然名前負けしない素晴らしい中身でした。まずね、ドスケベ催眠術師という職業がある世界なんですよね。ドスケベ催眠術師は変態の象徴、生きるエロ同人などなど上記を逸したエピソードが噂で並ぶ職業なんですけど、その世界で主人公サジは幼い頃に作文発表の 授業で父がドスケベ催眠術師であると周囲に行ってしまい孤立してしまうんですよサジからすれば真面目に宿題をこなしただけなのに自分がひどい目に遭うんだったら合理的に生きることにしようと決めたとそんな性格ですねそこに転校してきた2代目ドスケベこと肩切りまともまあなんとなく表紙でわかると思うんですけど感情の起伏が薄くて真顔でダブルピースとかしちゃう女の子ですね高校生でしかもこんな子がドスケベ催眠術師なんかやってんのって感じなんですけどそこもちゃんと と筋が通った理由がありましたそんな2人がひょんなことから協力関係になって動き出すんですけど割とまともな能力の使い方してるんですよねだから序盤はドスケベ催眠術師である必要ないなとか思ってたんですけど読み終わった時にいやこれはドスケベ催眠術師だからこその話だって納得しましたねドスケベ催眠術師によるドスケベ催眠コメディだなとっていうか読んでて中盤ぐらいからドスケベ催眠術師という言葉に対して何にも違和感がなくなったんですよ、ね ねそれだけストーリーの方がしっかりしててのめり込んでしまいましたこの一巻を読んで考えさせられたことはドスケベでもなんでもなく心を許せる友達や仲間の存在についてですねいや嘘つけーって思われそうですけどマジでこれよくもまあこんないい話とドスケベを結んでストーリーに落とし込めるもんですよなぜ主人公の父がドスケベ催眠術師として噂に残るような事件を起こしたのかという謎要素も絡んでストーリーの分厚さも申し分ないですねほんと素晴らしい 楽しかったですこれはぜひ読んでみてほしいです続いてバスタブで暮らすでございます去年まあ評価の高かった私はあなたの涙になりたいな作者さんの最新作こちらの僕の評価は2ですね上司のパワハラに耐えかねえ心も病んで逃げ込むように落ち着くバスタブの中で暮らし始めた女の子の物語主人公のメダカちゃんは心のエンジンがなくて周りの人間のテンションについていけないそして自分が生きてる意味も見出せてない女の子なんですよ作中も もうメダカ視点で描かれているのに物事を俯瞰しすぎて第三者目線に感じるぐらい人生をどうでもいいと思ってるそして花から生きてこなければとか考えるメダカが生きる意味を見出すための話でしたねまあ四季先生らしい多種多様な表現力でしたね相変わらずの癖の強さでこの人の話はなんかずっと寂しいながらも強いメッセージ性があるんですよねだから会う人は多分涙するお話なんじゃないでしょうかただ僕には合わなかったっていうだけです僕みたいな ストーリーリのの面白さ重視ででキャラにあんまま感感情移入しなないいい読むタイプの人は何も感じないと思いますただ、いいところはたくさんあって話したいんですけど、これは中身を喋りすぎるとダメなタイプの作品だと思うので、あえて話しません。これはもう今までの四季先生の作品がいいと思った人ラノベじゃない普通の小説が好きな人は読んでみてもいいかもしれません。もし自分にハマりそうだなって思った方はね、ネットでバスタブで暮らすを高評価してる方のレビューを読んでみてください。続いてはこちら。さようなら私たちに優しい 少なかった全ての人々なんか不穏な表紙とタイトルですけども僕の評価は4でございます姉を自殺に追いやった7人の人間を皆殺しにしたい主人公の佐藤芽芽は巨大な蛇の神を自分に取り付かせ頂上の力を得るおかかし包みを行い神様の力を借りて中川しおりとともに一人ずつ標的を殺していくという話残酷で美しい青春小説という歌い文句はぴったりでしたねてかこれよく発売できたな 始まりから飛ばしてます舞台は数十年前は村だったぐらい小さい町赤田町もうこの町全体が終わっとるんですよねそして壮絶すぎるいじめの描写今まで読んだラノベのいじめで過去一なレベルだと思いますちょっと 最近だとミモザの告白がえぐいなーって思ってたんですけどあれの日じゃない先ほどバスタブで暮らすとか読んで泣けるような感受性豊かな人は相当胸クソ悪くなるんじゃないですかね読むのが億劫になるぐらい暗いんですけどそんな中でも光が見える描写もあったりして希望を持って生きようと思えるような構成になってました普通の復讐ものと違っておかかし様の力を借りて復讐していくんですけどおかかし様は神様なのでおかかし様の言う通りに殺していかなきゃいけ ないんですよだから姉の分まで残虐に苦しめて殺すっていうことはできないんですよねだから殺した時のスッキリ感はあんまりないですねでもそれでいいと思いますなぜならそこがメインじゃなくて暗いと分かって進んだ道の先の一筋の光を手に入れる物語だと思うんであくまでもこの作品では復讐はそこまでの道のりであり通過点って考え方なんでしょうねだからこそ復讐をしている最中のメイとシオリを正義とも思えなかったし若くて考えが 甘いやつが力を手に入れるとこうなるよねっていう感想でしたまあいろいろ語りましたけどもとにかく人間の化け物な部分を等身大で描いててそんな中でもほんの少しの救いを求めるキャラの喜怒哀楽をしっかり感じることができて面白かったですちょっとしんどい話ですけど気になった方はぜひ読んでみてください以上8月ガガガ文庫新シリーズ最速レビューでしたガガガやっぱ中身が濃くて全部しっかり読んだので1日遅れのレビュー動画になったんですけども僕はドスケベ催眠術師 の子が抜けて面白かったです、えー、今日話した作品すべて概要欄に購入リンク貼ってるのでそちらから飛んでみてくださいこれからもラノベ紹介していきますので高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますぜひ別の動画も見ていってくださいそれじゃ